んにちは、特化軍です。本日はサバイバル的焚き火のやり方その2ということでね、本日もですね、私の地元宮城県に来ております。本日も撮影協力は、私の元陸上自衛隊の同期 MLRS の舞台にいましたタマちゃんです。よろしくお願いいたします。お願いします、もうアウトドアのプロみたいな格好になって建築関係ですか？いや、全く関係ない建築ではない。建築ではないですかはい、ということで今日はですね、第1弾、やりました。すいません、焚き火で言ったら第3弾になります。今回、第1弾目 TP 型、2弾が差し掛け型やりました。下に貼っときますんで見てください。サバイバルとかね、防災、皆さんももしかしたら、使うかもしれないという焚き火の方法でございます。今回は発表いたします。十文字溝型焚き火です。申し遅れました。私、十文字溝太郎です。ひたすら十文字の溝で焚き火をしてきました。私が今回は、十文字、もういいわ、よしやるぞ もうね、予想ついてると思うんですけど、十文字溝型って言ってるだけに十文字溝掘るんでしょって思ってません？思ってる。掘ります。掘るか。まずね、焚き火をするにあたってアメリカ軍も、非常に大事にしているポイントがあります。まあ、自衛隊もね、大事にしていると思うんですけども、共通点はですね、焚き火をなぜやるのかと、やる時間はあるのかと、やる場所はなぜそもそもそこまでしてやる必要があるのか、そういう条件をね、全部考えた上でやってください。手間さえかければいくらでもね、火は起こるとは思うんですけど、体力はあるのかとか、材料はあるのか、ね、燃やす材料はあるのかとか、まあ、考えて、どうしても火を起こしましょうとなった時に、焚き火をしてください。ということでね、ちょっとまずは十文字の溝を掘っていきます。ちょっとこれをじゃあ今日は使おうかな。自衛隊の艦品にすごく似たスコップ鉛筆。よし、これで溝を掘っていこう。自衛隊の鉛筆スコップあるあるでさ、排能の横についてるけど、使ったことないよね。ない一回も。工事現場用の鉛筆使うよね、自分別で持って、この艦品のこのスコップ使うとね、汚したってことでめちゃめちゃ怒られるから、絶対使っちゃダメ。確かに一回も使ったことないです、はい、ないよね。ガッチャンコガッチャンコでこうやってこう開くと、おー、いいね、ねじると。これちなみにたまちゃんのなんですけどね。いいんですかこれ、どうぞ。こんな紙、まあ、一回も使ってないですけど。使う予定でした？まあ、何かあったら使おうかな。すごい、元地の鏡じゃないか何かあった時のため鉛筆。じゃあすいません、使わせていただきます。はい。まずさあ、それではやり方なんですけれども、十文字溝型、なぜ十文字を掘るのかっていうのが、おさらいとして前回説明しましたけれども、まず焚き火で大事なのは、熱と空気と燃料です。まあ、空気が入らないと燃えないからね。そういう、焚き火の組み方をします。また別な、3つの要素があります。まずは北地、まあ燃えるものですね、火種、焚き付けと、すぐ消えるけど燃えやすい燃料、その次に燃料です。燃料っていうのは燃えづらいけれども、持続型にこう、それについたらもう安定するよっていう。ということで、なんで十文字掘るかっていうと、溝っていうことは空気を入れるってことです。まずは、空気を入れるための溝を十文字に、おおよそ30センチ、ここ土柔らかいんですごく向いているかなって思います。だいたい30センチこう引きますよね、線したら縦に30センチ、こういう感じ。そしたらおおよそ5センチとか7センチとかぐらいの浅い溝を掘っていきます。よいしょ、ね、なんかこうカレーを食べるね、要領で。カレー食べるとき皆さんこうしませんか？カレーを食べる要領ですか？カレー食べるときなんかこうご飯の下にグッてやったり、こう上をこうグッてやってこうやりません？みんなこうね、綺麗にこう。まあこんな感じですよね。そしたらこっちもね、もちろんこれは労力と時間とか全部天秤にかけてやりましょう。死にそうな時にね、体力がない時にわざわざこの方法を選びはしませんよ。十文字っていうのは風向きが変わってもどっちからでも風入るじゃん、空気、っていう意味でもやっぱり一方向よりは十文字の方が安定して空気入ると。よしと、見えます？この十文字が。で、そしたらここに北地を
ピラミッド型の感じで組んできます。皆さん、まあ、新聞紙は持ってるでしょう。真ん中にですね、北地ね、したらそこにイノジ型でもいいです。こういう感じ、わかります？こういう感じで、で火を下から、この溝の下からつけてもいいですし、こうつけた後にすぐ乗せてもいい、どっちでもいいです。こういうピラミッド型っていうのはこうやったらこうみたいな、わかります？こうこんな感じ、とりあえず。で、ついたらどんどん、ちょっと様子を見ながら木を乗せていくっていうのがいいと思います。さあ、それではおなじみのキャンプ用ファイヤースターターでつけていこうかなと思います。太陽光でつけても何でも、ライターがある人はライターでも何でもいいです。前と一緒です。軽く粉落としので、今日分かりやすくティッシュにしてますけど、枯れ草でも枯れ葉でも何でもいいです。舐めるようにやると火出ます。棒を引いてもいいです。はい、いきます。点火用意、点火用意、点火、点火つきました。で、よし、この火をですね、さあこの穂口に投入していこう。投入、この穂口に。つけ方はどんなんでもいいです。正直今の直でやってもいいですからね。今日は横からいきます。上からつけてもいいです。中の穂口つきましたね。ちょっと見えやすく、じゃあ取りますか。で、こんな感じでつきましたと。で、本来ならここ細めにするともっと確実です。だからここちょっと太いんであれですけど、さあ来ましたね。必ず火つけるときは風紙から火つけてくださいね。穂口入れるときは。さあ来ましたね、燃えてきた。ほら上見てください、来た来た来た。どうですか、タモちゃん。いい感じですね。これで燃料までしっかり火つけばいいと思います。最初のうちはこの木と木をちょっと隙間開ける。コツは空気を入れることです。だから木と木をぴったりしないこと、それぞれを。で、ついてきたらこう最初は木と木を隙間開けること。で、開けてるとこう火ついてきますよね、この木の角とか薄いところから。そしたらちょっとこうついてるところに乗せる。簡単でしょ。簡単です。うん、いいね。うん、こんな感じです。この十字の溝から次々下から空気入ってくんで、ガンガン燃えるというシステムになっております。いい感じでついてますね。焼き芋しますか。焼き芋しましょう。じゃあじゃあ焼き芋しようか。焼き芋に、これ置き火になったら焼き芋します。はい、ということでございまして、十文字溝太郎による十文字溝型でございました。非常にやりやすい、炊き方になってますんで、ぜひ皆さんね、困った時とか、火炊くしかない時、やってみてください。ということでございました。ここで今回もサバイバル的ポイントを補足させていただきます。世界の軍や自衛隊の戦術においても学ぶのですが、焚き火においても同様に、必ずこうしろとは一切考えてはならないということです。教科書は仮想の現実を書いたものです。臨機応変にその場その場で周りにあるもので火を起こせれば、目的を達成できればいいのです。例えば地面が硬くて十文字に溝をちゃんと掘れなかった、でも燃料が足らなくて綺麗にピラミッド型に組めなかった、でもいいのです。大事なのはメカニズムを知っていれば他の代用応用がその場で考えられるということであります。その時その時で考えましょう。よく全部言えた私、いかがだったでしょうか。カマちゃん、どうでしょうか。いい感じですね。ありがとうございます。なんでありがとうございます、はい、はい、皆さんぜひねやってみてください。ツイッター、インスタやっております。特化軍で検索フォローお願いいたします。チャンネル登録したございますんでお願いいたします。特化軍の防災本ありますんで、防災本もぜひ下貼ってますんでお願いします。本日はこれまで。それじゃあまた。あ、ね、風下には立たないように。 あとは他のシリーズ、他の焚き火シリーズも下貼ってますんで、見てみてください。それじゃあまた。